ビギナーランニングマガジンへようこそ感想をお聞かせくだ今回はリーボックフロートライトえエナジー4こちらを紹介したいと思います実際に、ね、体験してきたんですがまあ フロートライドシリーズといえばこう軽量で、まあ、非常に反発性の高いというシューズでしたけれども、まあ、そもそもリックーといえばまあ陸上のスパイクのシューズから誕生しているということで、まあ、そう考えると本当に陸上に親和性の高い120、えー、年以上で立っているブランドですね。えこれが初代の エナーですけれどもこれ自体でね十分、えー、軽量であったんですがこれは最軽量モデル 100g ですけれどもまあそういった形で非常に、えー、このミッドソールの、ね、復元性というかですね心地よさというのが特徴的なシューズでした非常にこの軽量すごく軽いんですよねこの素材がねでこっちはもう最軽量ですからもう ありえないような、えー、軽さですけれれどもこれの、えー、4代目というのを体感してみましてまた、えー、印象としてはもう持った瞬間は軽いなと一応表記は 27cm に130ぐらいですが、えー、200切ってるような感覚が非常にしましたねで履いてみてもですねああやっぱり軽いなっていうのが、えー、重さ以上に感じた手術でもあるということです で非常にやはり、えー、クッション感も柔らかい割には反発性もともと高い、えー、シューズですねそして、えー、アウトソールもこう耐久性の高いグリップのいいシューズですから本当に楽に、えー、走れる感じがしますですから僕もジョグからですね、えー、5キロから1 0キロぐらいちょっとスピード出したい時っていうのは結構重宝してましたしまあデザインもシンプルでおしゃれなのでえー これもう出かける時にも最適な手術ではないかなと思っていますね。でさらにですねこう湿気をね取り除くような通気性の高さっていうのはすごくこう感じていてですね、まあ、冬場というよりはまあ夏用仕様というふうな印象の使い手術でした。 で本当に見た目にも、えー、履き心地にも軽量で本当に軽さっていうのが、えー、目についたところでもありますし、えー、これでやはりで、ね、ある程度先ほど言った距離の短い時のスピード感覚というのはすごくさすがクのシューズだと思ってますまあ考えてみればね、えー、マラソンとかそういうレースというよりは、えー、普段の、えー、フィットネスとかね、えー よりこう。楽しく走るという部分に。まあ、もうこれはうってつけのシューズがな,ないかなと思っています。まあ、本当に。まあもうセールになってるので驚きですけれどもね。いかがでしたでしょうか？リーボックフロードライドエナジー4。 えー、今ねもうセールになっていたんで、えー、非常にこうおしゃれですし軽量ですし通気性のいい手術ですので、えー、これからの、えー、湿気のある時期には最適なのかなとおすすめの一つだと僕は思っています、えー、この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いいししします感想を気に入ますにりたたごご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もお願いします